でにことで僕らは確かに生きていられるけど、ただ食べるために生きているわけじゃないことに気づかせてくれた君なのに、気になった些細なことで喧嘩を仕掛けたみたいになって、何も食べずに悲しそうにしてる顔見て僕も落ち込んでる。本当にごめんね、お腹すいたなの、こんな遅い時間でもやってる、あそこのファミレスに行こう、一緒に大きなメニューを広げて、何を食べようかゆっくり決めよう、大事なことを見つけるためには時間をかけた方がいいこともあるかな。喧嘩や力ねる声で、味なんて何もなくなって喉も通らなくなるよね。僕にだって同じような思い出が、痛みも意味がなくなるね。本当にごめんね、僕もお腹が空いてきたよ、祈るようにいただきますと、ちゃんと両手を合わせた後で台無しにすれば、嘘をつくのと同じだね、こんな遅い時間でもやる、あそこのファミレスに行こう、一緒に大きなメニューを広げて、何を食べようかゆっくり決めよう、大事なことを見つけるためには時間をかけた方がいいこともあるかな。Love.